チェリービーンズのモトです。好きなアイスはチョコミントです。ベースボーカルのマイカです。好きな色はカーキです。ギターボーカルのリリーです。好きな洋服はジーンズです。カリスマ末っ子やパフォーマンスするときのね、やっぱかっこよさはカリスマなんじゃないかな。あとはこう天性の可愛がられ力みたいなものがあるじゃないですか、うん、とてもいい意味でございますよ。ありがとうございます。元は芯の強い赤ちゃん、うん、なんか終わってない、なんかでも大正解な気がしてるよ、なんか自分って赤ちゃん、なんか自分がこうしたいとか、なんかこういうもの作りたいみたいなのが結構はっきりしてたり、なんか結構考えてることとかもたくさんあったりして、なんかそういうの聞くのがすごい楽しかったりするのと、赤ちゃんというのは、うん、なんかつい手を差し伸べたくなってしまうようななんか感じというか、そこも含めてこう魅力的かなって、うん、確かに何にも言わずとも雨が降ってきたりして昨日とか隣にスッパンかそこになんか寝れないって思いながら歩いてたりとかして、確かに差し伸べられてます。よ、太陽のよ、その心は、うわっっていう太陽じゃなくて、あのひまわりっぽい方の太陽です。おー、こういう感じの、あ、そうそうそう、そういう感じのね、ちょっとわからないスマートなクマさん、おクマさんです。なんかいろんなことができるというか、マルチだなっていつも思ってます。でクマさんっていうのはなんか包容力、うん、なんかクマさんみたいな感じがあります。猫、猫っぽいですなんか猫とかってこうやってやるとこうやってやるじゃないですか、なんかあれをやりたくなるふわふわしてる職人さん喜んだ、はい、なんかふわふわしてるけど、あの職人気質なんですよ結構クリエイティビティ、集中力がある、うん、なんか一つのことに集中するとってやつですか、うんうん、やめ時が分からなくなってしまう、うん、やめなくていいと思うやめないで続けてやめませんでも普段こんな感じだからふわふわしてる職人さん、うん、ゼロイチは初めてだったよ、もう何もないところから3人一緒に元を作るみたいなのは初めてで、うんうん、ねクマさんにクマさんにしちゃった心の中で私は想像しちゃってすみません、耳とか入ってた、毛とか耳とか入ってた、私猫と赤ちゃんだと思いながらやばいです。そう、でもあのその初めてゼロイチやって、うん、本当その場で、うん、ベース入れてメロ入れて、うん、ギター入れて、うん、なんかこんな、なんかあったかい雰囲気にしたいよねとか、うん、ちょっとゆるい歌詞にしたいよねみたいな、大元のところはもう本当にその場でバッと決めて、うん、でも意外とそっからは時間かかったような記憶も、うん、そうだね、確かに、うん、サビのメロディーとかも結構変えたりとかもして、
でも結局なんか最初の音色が一番いいねってなって戻ってきた感じ、うん、なんか歌詞とかも最初と変わってたりするとこがあったりね、うんうん、みんなでカフェで歌詞書いたりとかしました、うん、一番最初だってさ、なんかリュックも重たいし足取りも重たいしもう学校なんて行きたくないみたいな歌詞から始まって、うん、一回なんかさ歯磨きして溺れないように頑張ろうみたいな歌詞になって、うんうん、でももうちょっと分かりやすくしようって言って、うん、今の歌詞になったっていう、なんか周りの方々とかにもなんか聞いてもらって、うん、なんかここちょっと分かりづらいかもとか、なんかそういったの客観的な言葉とかも結構たくさん聞かせていただいて、それをあのいただいてからここ3人ってなんかどうそれを考えるかみたいなので決めていったりとかもしました。もうスタジオで作った段階でさ、うん、めっちゃ良くないこの曲みたいな、うんそううん、踊ってたもんね、ね、うん、3人、うん、スタジオの卓からそのできた途中のデモ流しながら、うん、めっちゃいいって言ってました、うん、来たみたいな、ね、もともと1日で撮り切る予定だったんですけど、うん、初日に結構あの大雨が降ってきてしまって、大雨の中、うん、あの外で演奏シーンを撮るっていうのがあったんですよ。あのキャンピングカーのなんか、ま、周りにうちらがいて、うん、その演奏してるのを遠目から撮るっていうのをやって、最終的にはそのシーンはなくなったんですけど、うん、強風こうなって立ち向かってました凍え死ぬかと思いました私は渋谷のシーンですね。なんか最後に渋谷で撮影したんですけど、手つないで走って人混みをっていうのが結構、なんて人が通るのでで、バッて話しちゃったりとか、ね、なんかあっとかあったりして、なんかなんだかんだすごい楽しかったです。ね、すごい楽しそうで、私めっちゃ緊張したしてたね。大丈夫かな、切るかなって思ってたけど、うん、飛び出してみて楽しかった。原っぱっていうんですか、うん、広々とした、うん、緑の山のところで布をなんかたくさん敷いて、なんかその上で寝そべりながらギター弾いたり、なんかこう踊ったり、そういうのがすごい楽しかった、うん、あとあの絵とかも描いたので、それシーンとかも楽しかった。それをあもらいたいんですよ。元の家に飾られるという予定があります。でもやっぱりパフォーマンスレッスンの思い出が一番なんかこうちょっとスクールっぽいかなと思ってて、あの音楽塾ボイスは半年に1回なんか先生と同じ曜日にレッスン受けてるあの塾生さんの前でアコギとかあのピアノとかで弾き語りを発表するっていう、そういう授業があって、だからそこで2人のことは知っていたみたいな感じなんですよ。全然交流はなかったけど、あの子だみたいな、あの子今からパフォーマンスするんだみたいな感じでなんか知ってて、それを経ての結成だったので、パフォーマンスレッスンの空気感というか、あの独特な感覚はちょっとなんか、うん、学校ならでは、ね、なんか評価を受けるというかさ、うんうん、あの感じはちょっと割とすぐ思い出せそうな感覚です、うん、私もパフォーマンスレッスンが結構大きかったので、やっぱそこに向けてなんか半年間練習するみたいな、そういう気持ちとかも結構あったので、なんか自分はどうして音楽好きなんだろうとか、なんかやっぱりそこで考えたりとか、なんか人目気にして、なんかそこばっかり、なんか自分がどう見られているかばっかり気にしてパフォーマンスすると、なんかそれとかも結構伝わっちゃったりして、なんか後でめちゃくちゃ後悔したりとかたくさんしたので、なんかやっぱそこじゃないところでなんか音楽届けたいみたいな思いがめちゃくちゃなんか、そこの時代からなんか大切にしてるところです。
その時は感じてなかったんですけど、今思うと、なんて言うんだろう、自分探しじゃないですけど、うん、なんか、まあ、音楽だけじゃなくても、なんかその結構自分自身向き合って、うん、あ、こんなの好きだなとか、うん、でもこういうのも好きだなとか、じゃあ自分は何が作りたいんだろうとか、なんか表現者としてどうなりたいんだろうとか、うん、まあ、結構ずっとそういうのと向き合いながら、うん、なんかそういう話とかもその音楽力の先生とかとしてたので、うん、自分を探していたなと思いました今。今度サマソニーとかの機にも出させていただくんですけど、うん、そういういろんな方々とご一緒できるフェスにずっと出続けていたいなっていうのをすごい思ってて、うん、どんどんチリビーンズの文字が年々こうなって、なんだろう、上の方になんかこう大きくなっていったらなんかすごい嬉しいなと思うし、はい、まあ、そうなるためには長く続けていたいなとも思うし、海外でライブしたいですね自分たちも好きっていうのもあるし、うん、サウンドとかもさ、うん、なんかそれで作り込んだりしてるわけだから、うん、なんか楽しんでもらえそうな感じもするし、うんうん、違う空気感が欲しそうだし、なんかやってみたいってなりますねなんか路上とかでもやってみたいですなんかちっちゃいライブハウスとかでもやりたい、うん、なんかね、ちっちゃいライブハウスやってみたい、ね、やってみたい、ちょっと楽しそう、わかります、そっちのイメージかも。ありがとうございます。顔すくってみたいでもいいか全員自分の顔をすくいに行く。いい、おお、すごい、チョコとか、いいね、わー、いちご入ってる、シャッ、うまっ、やってんの、うまっ、おい、いいじゃんいただきます、うまっ、キリです、え、上手だよめちゃめちゃ美味しい、ちょっとあげる、でかだってほら見てください、美味しい、コングラチュレーションスペシャル TV パワープッシュピピピピ、うまいうん、美味しい甘い、美味しい、うん、甘いよね、それはショートケーキ大好き、すごい、ショートケーキもらえるなんて思ってなかった、え、ね、